スーパーの台所置き場からクレームが来ました。床がデコボコでガタ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 音鳴りがしてうるさいんです。そこでゴムチップの舗装材で消音することにします。ゴムチップをウレタンのバインダーで練って塗りつけます。これカラーチップを採用してるんで色あせしない綺麗に上がるんですね。この敷き慣らしがまたなかなか難しいんです。でも職人さんは慣れた手つきでどん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 慣らしていきます。これ本当に大切なんですね。ここでちゃんと慣らしておかないとデコボコになっちゃうんです。そしてこれは熱を加えながらコテで、これ熱くなるコテなんですね。特殊な、まあ、社外秘密なんですけど、これで慣らしていきます。これでガタガタがなくなり静けさが戻りました。